シャロシになろうチャンネルのまじまです。こんにちは。今日は2023年令和5年の10月の4日、シャロシ試験の発表の日であったわけです。このチャンネル、シャロシになろうチャンネルなので、シャロシ試験の発表の日に何かしら動画を出さないわけにはいかない毎年出してるわけなんですけど、ただこの発表の日っていうのは、私どういう顔をして動画に出たらいいのかがね、毎年悩むんですよ。本当、いや、もちろん合格された方は本当に良かったねってことなんですね。努力が苦労が報われたわけですから、もう最高の瞬間じゃないですか。うんね、ぜひともこのせっかく取った資格ですから、この社労士の資格を生かしてね、今後の人生を豊かなものにしていっていただきたいなと思う。非常におめでたいわけです。でも一方で、残念だった方もいらっしゃるわけなんでね。そういうこの、混沌とした状況の中で、どういう顔をしたらいいんだろう。あまりはしゃぐわけにもいかないし。一方で、受かった方もいらっしゃるわけだから、あんまり悲しそうな顔するのもなんだしってことなんでですね。まあそういうわけで、毎年、悩みつつもこうやって動画に顔を出しているということなんですけどね。もうすでに発表をご覧になったかもしれない。なので、データはね、ご存知かもしれないんですけども、まあちょっと触れながらね、見ていきましょう。今私が見てるのは、社労士試験センターのホームページに載りましたデータなんですけどね。第55回社会保険労務士試験の合格者発表ということでですね。ここに合格率が載っておりまして、6.4%。前年 5.3% ってことなんで、まあ大体前年並み、例年並みというところでしょうかね。特別合格率が高かったとか低かったということはないと。ということであります。で、まあ、それよりもね、今年は、まあ、それよりもっていうか、皆さん気になってらっしゃったであろう、この合格基準。これですね。救済があるかどうかということで、だいぶいろいろ議論を呼んだわけなんですけども、結果、救済はありませんでしたということですね。選択式と択一式、個別にね、基準がありまして、その両方を満たす。つまり接続者かつなんですね。両方を満たして初めて合格よってことなんですけども、その基準が選択式の方は総得点が26点以上。かつ各科目が3点以上。択一式は総得点が45点以上。かつ各科目4点以上。ということですね。選択式、択一式両方でこの基準を満たさなきゃいけませんよってことなんですけども、この基準はですね、このチャンネルも試験終わってからね、予想いたしておりまして、動画出してます。この辺出てますよね。うん。この動画へのリンクは概要欄にありますからね、見ていただければと思うんですけども、このチャンネル独自のやり方、独自のやり方でもって基準を出したわけで、それが、完全的中であります。完全的中ですね。総得点26点以上。で、選択式ね。択一式、総得点45点以上と。かつ、また、各々の各科目3点以上とか4点以上。それに加えて、救済もないっていうね。そこまで含めて、完全的中であります。うん。というかね、それはね、当たりますよ。それは当たりますよ。私、何十年この商売やってると思ってるんですかって話なんで、まあ、30年なんですけどね。受験指導30年ですよ。昨日は今日始めた。1年や2年しかやってない。そんな講師とはちょっとね、格が違うんで、まあ、それについての矜持っていうのは当然私持ってますからね。なんか威張ってるみたいに聞こえるかもしれませんけど、別に威張ってるわけじゃなくて、事実を申し上げてるんで、自分で言わないとね、そんな、言わないとわからないじゃないですか。だから、分かっていただきたくて話をしてるってことなんで、別に自慢する趣旨ではないんでね。そこは斟酌して聞いてもらえればと思うんですけれども、そんなことなので、まあ、的中はした。ただ、まあ、的中したから、だから何ですかっていうのも、まあ、あるわけなんで、結果的にやっぱりね、1点で受かるか、
涙を飲むかっていう、そういう試験だから、そんな試験だからもうやめるっていう方もいらっしゃると思う。で、それについては個人の判断なので、私がどうこういう問題ではもちろんないわけですよね。やめるのはやめるで、もちろん、それももちろんご自由だし、社労試験の受験をやめられて、また別の方面でね、能力を、才能を発揮していただいて、豊かな人生を歩んでいただければ、もちろんそれでいいわけなんですね。でもそうじゃなくて、やっぱりこの試験チャレンジしたい。一点に泣かされたまんまじゃもう悔しくてしょうがないとかね。そういうことで、とにかくもう一回チャレンジしてみたい。って方のためにはですね、このチャンネル独自で受験講座もご用意してあります。この動画の最初のところで出ましたでしょ、ね、今絶賛、申し込みを受付中なので、で、これも下の概要欄にホームページがありますのでね、そちらから詳細を見ていただければと思います。合格基準の出し方、さっきちらっと言いましたが、このチャンネル独自のやり方で出しましたって言いましたよね。30年もやってますとね、合格基準だけじゃなくて、その、受験そのものについてもですね、独自のノウハウをいっぱい持ってるんですよ。ね、蓄積したもの。ある時私が気がついたもの。気がついて、本当かなと思って、すごく一生懸命調べて、研究して、精査してね。うん、そうやって、正しいんだと。これは、じゃあ自分のノウハウにしよう。ってなことで、そうやって身につけてきた受験テクニック、テクニックっていうのは何て言うんですかね。必勝法と言いますかね。そういったものを結構たくさん私持ってるんで、そうなんですよ。うん、だそういったものもですね、講座を申し込みいただければ、それはまあその都度ですね、お金さえ払っていただければね、まだ私は何も出し惜しみをするつもりはありませんのでですね、どん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 ご披露、ご提示していきたいなと考えてるんですよ。で、お値段もですね、見ていただければわかりますけども、非常にはっきり言って安いです。破格に安いと思います。で、これ勘違いしてほしくないのは、安かろう悪かろうでは決してありません。まず完璧な講座を作りました。で、それを皆様にご提供したいって時にですね、やっぱりね、値段が高いとね、今だって諸物価高騰の折でしょ？そういう中だと、なかなかやっぱり手が出ないってことになっちゃうわけじゃないですか。せっかく作った良いものを見ていただけない、ご購入いただけない、活用していただけないっていうのは、それこそ本当に寂しい話なんでね。うん。いいものを作ったんだったらば、やっぱりお手元に置いてほしいわけですよ。ぜひ使ってほしいわけですよ。そういう意味で安くしてるってことなんですね。とは言っても経費とかかかんないのっていうふうなですね、ありがたいご質問をされる方もいらっしゃるんですけども、経費はもちろんかかりますよ、そりゃ。それはね、サーバー借りたりとかね、動画撮ったりとかね、動画の編集したりとかですね、もちろん講義やったりとかですね、いろんなことやんなきゃいけないわけで、その都度経費ってのはかかるわけですよ。でも、その経費は、極力絞る努力をしてるわけです。例えば講義。講義を私じゃない他の先生にお願いすれば、それは一回一回講師料っていうのが発生するわけじゃないですか。講義料か、発生するわけじゃないですか。ね。でも、私が全部やるわけですよ。そしたらば、私は、このチャンネルの代表だから、やっぱ経営者なんでね。私がいくら残業したところでですね、なんせ労働者じゃないもんですからですね、残業って発生しないわけ。残業代が発生しない。つまり、経費にならないわけですよ。ね。そういうことで、そんなこんなでですね、経費をとにかく極力まで絞って、で、この値段で出してるってことなんですね。いわゆる企業努力によってこの値段を実現してるってことなわけですから、決してね、安かろう悪かろうではありませんのでね、その点はご安心いただければと思います。うん。だって合格基準だってね、このチャンネル独自のやり方でやって、実際に的中してるわけですから。そういうことなんでね、そういったノウハウを全部惜しげもなく、ご提供しますのでね、1年間、もう1年もないですけども、試験までね、ぜひ一緒に勉強できればと思います。はい。まあそういうことでね、いろんなこと言いましたけれども、とにかくね、合格された方は本当におめでとうございます。これからのあなたの人生の中で、社労士の資格を活かして頑張っていかれる中でですね、もしも私がね、何かお役に立てることがあるのであれば、遠慮なく言ってください。
全て協力できますよって現段階ではなかなか言い難いところもありますけども、できるだけ前向きにねやらせていただきたいというふうに思っております。それから、今年、まあ、残念だった方、それからこれから本当に一から始めて来年の試験を受けようって方はですね、一緒に勉強できる方は本当に頑張っていきましょう。で、たまたまご縁がなくて一緒に勉強できなくても、それはそれでもね、社労試験に向けて頑張る仲間ですから、そういうことなんで、コメントとかそういったものはもう本当にご自由に書いていただければと思いますしね。本当にみんなでね、来年の社労試験に向けての方もいらっしゃれば、自分の人生を豊かにするっていう、そこに向けての方もいらっしゃると思いますけども、いずれにしても、頑張っていきましょうよ。うん。というわけで、発表にあたっての、私のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。